こんにちは、りかでーす。はい、今日の動画は肌悩みに特化したお話をしていきたいんですけど、肌のプツプツというかブツブツについて、私がね、効果があった特別スキンケアたちを紹介していきたいなと思います。私の肌のプツプツ悩み、2種類プツプツの中にもあって、一つは肌荒れにね、よるちょっと赤みとかを含んだなんだろう、ニキビとかまではいかない吹き出物、まあ肌荒れっていう想像つきやすいようなプツプツと、もう一つなんか赤みとかもないけど、なんかほんと皮膚自体にこうプツプツってちっちゃいのがあって、砂利みたいなほんとプツ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 、なんかもうちっちゃなプツ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 みたいなできて怖いじゃないですか。ニキビではないんですよね。で、そのいろいろ調べた結果、まあ肌って30日とか28日で肌のね、表面の角質がこう剥がれてまた新しいのが出て、ターンオーバーっていうのをずっとね、していくんですけど、油水分のバランスを取れずにうまくできずに表面に残ってしまって、まあこんぐらがってみたいな。で、プツプツになるっていうケースもあるらしく、まあ本当に油水分のバランスっていうのがまあ元、まずは大事なんですけど、できてしまったものはもうどうにかするしかないので、皮膚科に行こうかなと思ってたんですけど、その中でもちょっとスキンケアで効果があったので、今回皆さんにも紹介をしていこうかなと思います。まず、まあ通常の肌荒れみたいなのになると、おすすめなのが、これがブリーブリーのマデカソサイドシリーズって言って、これはアンプルで、こうやってちょっとラインでね。で、大体のその赤みとか肌荒れとか、そういうのは落ち着かせることができて、高保湿の集中ケアをしてくれるので、まあ保湿足りずにターンオーバーがうまくできなくってっていうのが多分私の肌のパターンだったんですよ。なので、化粧水はね、カーモミール水が 75% も含まれてあって、軽くとろみがあるような化粧水なんですけど、サラって結構しててね、塗り心地がすごい良かったです。で、私の場合、なんか、プツプツしてるから、絡め取った方がと思って、コットンでね、つけてたんですけど、最初、って感じで、バシャバシャ手につけるようになって、効果がすごい実感しました。この化粧水お気に入りで、今ね、2つストックあるぐらいなんですよね。で、アンプル、もう LINE で使おうと思ってね、アンプルも一緒に。アンプルは精製水の代わりにツボクサエキスが 80% も含まれているので、肌のね、バリア効果っていうのがすっごい高いです。ちょっとブリブリに関してはパパパパってちょっと今日は紹介をしていて、実はね、今度、ちょっとね、コラボをする企画がありまして、で、嬉しいね、お知らせの動画をまた別で作りたいと思ってるので、トゥントゥントゥンと紹介をしていきます。で、最後にクリーム。こうね、濃厚なクリームでかなり保湿力が高くて、塗り終わった後は膜を張ってくれるようなクリームです。パンテノールっていうのがすごい十分含まれているので、その肌荒れ抑えるとか保湿するっていう以外にも、肌にね、私が大好きなツヤを与えてくれるっていう効果もあります。もうこれだけでね、めちゃめちゃいいです。これをラインで使って、赤み系の肌荒れっぽい吹き出物だなっていうのは抑えることができたんですよ。けど、なんか砂利に、なんていう、なんか本当にプツプツっていうのを改善するにはどうしたらと思って、様々ね、やったんですけど、もう私の肌が速攻でね、効果を感じることができたものたちを紹介をしていくんですけど、最初は洗い流すタイプのパックで、キールズのスキンハイドレーションマスク、アボカドエキスとアボカドオイル、あとは正規成分が入っています。肌を柔らかくしてくれる効果があって、こんな感じで取れて、洗顔後、お肌に乗せて、ちょっと固めなんですけど、後からね、肌の温かさで溶け込んでくれるんですね。これでね、15分ぐらい置いてあげます。これね、本当に肌がすっごいね、ふっくら柔らかくなるんです。プツプツができてる時って、なんか肌のね、ごわつきとか、肌が硬くなってるなっていうのも感じるんですね。保湿するだけではなんか追いつかない感じになってきちゃってるので、肌をほぐしてくれるものと思って、キールズのハイドレーションマスクにたどり着きました。アボカドはね、すごく栄養価も高いので、本当にね、これおすすめです。あと、多分睡眠不足とかでもプツプツとか肌のね、ターンオーバーがうまくできなかった原因の一つに、睡眠不足があったんですね。その時におすすめなのが、ミッドナイトボタニカルコンセントレート。化粧水とか美容液とかが終わった後に、これをね、何滴か垂らしてあげて、ちょっとね、くるくるマッサージするように塗ってあげます。オイルなんですけど、ベタつきがなくって、本当にね、使いやすいです。で、またこの後にクリームとか乳液とかをしていくんですけど、これは本当にもう1日
で、私朝起きた時になんかプツプツがちょっと消えていったって感じることができて、肌がもう今もう SOS だっていう時に助けてもらっている美容液です。すごいですこれは。あと次これドゥイセル、ドゥイセルあのマスクパックが結構私の中では有名で、オリーブヤングとかにも並んだったり、日本でもね購入可能なブランドなんですけど、ドゥイセルのアンプルセラム、これがね5つのヒアルロン酸が入ってるアンプルで、まあ保湿にね特化している美容液なんですけど、結構美容液にしてはすごいね化粧水かなと思うぐらいサラってしてるんですね。で高保湿にもかかわらず、あの美白も一緒にしてくれるんですよ。わかめで、わかめはくすんだ肌のトーンをアップしてくれたりとかで、へえわかめなんだと思って、私これをその美白目的っていうよりも保湿目的で選んだんですけど、これねびっくりしたんですよ。キールズいつも助けられてて、でもなんかあまりにももう砂利かよみたいなぐらいほんとプツプツで悩んでて、でドゥイセル届いたからやろうと思ってつけたら、次の日ねもうここが砂利だったんですよ。砂利がねもう砂利ってはなんか表現なんか何って感じなんだけど、めっちゃ滑らかになっててね、もう改善されてってるんですよ。私の肌への効果だから治るよとかいいよとは言えるけど、治るよとかまず治るとか多分化粧品に対して言っちゃいけないので、私は効果を実感して本当にこの砂利ぐらいにまで荒れ果てたプツプツを改善することができました。このね油水分バランスっていうのをしっかりとってくれる効果があるので、油水分バランス崩すとこから肌荒れが始まってくると思うので、ここ本当にこのアンプルすごかったです。でそのアンプルがだけがすごかったっていうよりも、このアンプルと一緒に使うといいよって言われてる同じアンプルクリームっていうのもあるので、これもね同時に使うときは一緒にこれを使いました。結構大容量のねクリームだから惜しみなくたっぷり使えるし、こんな感じで乳白色で重みがないねクリームです。で、さっきアンプルで紹介したものと同じで、おわかめで美白効果とか、重みがなくてね、でもしっかりと保湿をしてくれるようなクリームなので、使いやすかったです。はい、こんな感じでいかがだったでしょうか。私ね、好きな商品とか、興奮しちゃうとね、ちょっと早口になっちゃうので、ちょっと今日は先走りな感じになっちゃったんですけど、すごいね、おすすめというか、最近の悩みだったんですよ、私のね、プツプツ。肌荒れをやっとね、ブリブリで改善でき始めたなと思ったのに、プツプツっていう新たなね、肌悩みができたので、いろいろね、調べたり試してて、すぐに効果あるものと出会えたので、これはみんなに教えようと思って動画を撮ってみました。で、動画の中で、私結構スキンケア動画ってありがたいことに、人気の動画の一つでもあるんですけど、もともとまあスキンケアも大好きなので、いろんなものを使うんですよ。だから、あれこの前これ紹介したのに、次またもう紹介してるっていうことも多分ねあるんですけど、しっかりまずスキンケアを使って、そして効果があるみんなにおすすめしたいというものだけをちゃんと紹介しているようにしているので、ここはね安心していただいて、もし質問があれば気軽にコメントとか DM をいただけたらなって思います。様々な肌悩み別にこうやって特別ケアとかまたパックとかいろんなことをねこう小分けにしていっぱいたくさん分かりやすい動画を作っていけたらなと思うので、リクエストとかお悩みがあればコメントや DM をくださると本当に嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。では今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。クロンタームバヨ、アンニョン。